皆さん、おはようございます。クワガタブリジャーのアニャです。今日の動画なんやけど動画なんですけど、今期タランドゥース母親たちを紹介していきたいと思います。ありがとうございます。もしかしたらこのチャンネルで初めてかもしれません。と、僕がタランドゥースのメスに関して動画を上げるのはもしかしたらこのチャンネル初めてかもしれないんですけど、今期は実は動画にしなきゃもったいないんじゃないかっていうぐらい結果が良かったんですよね。どんぐらい良かったかっていうと、まあ単純に前レコード更新したっていうのと、あとはメスの不全が今現時点で30匹以上羽化して2匹ぐらいしか不全してないので、これは本当に過去にね経験したことないぐらいいい結果ですし、メスの羽化してきたサイズっていうのもとんでもなく大きいので、今日はねそれを紹介していこうかなと思います。去年に投稿した羽親紹介の、まあ、メスバージョンになります。まあ、メスを測って、まあ、メスの厚みとかね体の大きさを見てもらって、さらにタランドゥースのメスの重要性っていうのも僕はちょっと最近気づいたので、その点についてもちょっと皆様にね情報共有ねしていけたらなと思います。じゃあ今日は今目の前にいる4匹とあと拘縮したんですけどその2匹を紹介していきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。はい、早速紹介していきましょう。まずこの個体はですね、お父さんが87mm、お母さんが 55.7mm の子で、まあ、サナギ体重が 18g でした。で、この子も公食してて、まあ、あと、オスの公食待ちになるんですけど、早速サイズ測っていきましょう。で、まあ、見ると、この大きさ、まあ、伝わるのかな。とりあえず測りますか。じゃあ、サクッと測ります。この子ちょっともう公食済みで暴れるので。じゃあ、いきます。はい。56.1mm。もういきなり 56mm 超え。はい、この個体はもう 56mm でも大きいんですけど、さらにお母さんを超えてきてます。で、この個体、ちょっとこんな感じで、ずんぐりむっくりしてて、もうめちゃくちゃ子供を産んでくれそうな、まあ、体型してますよね。いきなり 56mm 超え。ちなみになんですけど、今日紹介するのは 56mm 以下は1匹もいないです。そんぐらい今季、メスの結果良かったです。じゃあ2匹目、行きましょう。はい、2匹目はこちらの個体になります。まあこちらの個体もね、まあさっきネタバレしちゃったんですけど、56mm は超えてます。まあお父さんは 90.6mm、お母さんは 56.4mm と、我が家のダイナケット同士で合わせた個体になります。まあとりあえず何も言わず、サイズ測りますか。手に乗っけるとこんな感じ。ちょっと伝わるかな、大きさ。まあ早速測りましょう。いきます。56.4mm。この個体はまあお母さんとちょうど同じサイズですね。うん、めちゃくちゃ立派。まあ、ちょっとエンディングで、その僕が話したいことっていうのがあるので、まあ、どんどん紹介していきましょう。次に紹介するのが、こちらの個体になります。こちらの個体も、お父さんが 90.6mm、お母さんが 56.4mm の、サナギ体重 18g だった子です。てか、お父さん 90.6mm、お母さん 56.4mm のラインは、まあ、オスがね、91.3mm っていう、まあ、前レコード更新したラインの、まあ、兄弟になってまして、このラインは優秀ですね。で、なんで優秀かっていうのは、ちょっと、また、後から話すんですけど、まあ、とりあえずサイズ測りましょう。この個体は、なんか、このラグビーボールみたいな、体型がすごいですよね。このずんぐりむっくりしてる。厚みがちょっとなんか黒肩ゾウムシみたいな。すごい感じですよね、これ。この子の子供はタランドゥースらしいずんぐりむっくりした個体が羽化するんじゃないかなってちょっと密かに期待を寄せております。じゃあ早速サイズ測りましょう。たまにいるんですよね、ラグビーボールみたいなやつ。いきます。56.8mm。ありがとうございます。いや、もう。言うことがないです。56.8mm っていう数字は。じゃあ次行きましょう。はい。次紹介するのはこちらの個体で、まあ我が家のダイナケット、お父さんが 88.2mm、お母さんが 55.1mm の個体です。サナギ体重が 18g で、88.2mm っていうのは、先ほどの子たちのお父さん 90.6mm の子供の 88.2mm。になっております。で、その子供ですね、まあどちらにしろ我が家のダイナケットの子ですね。ちゃんとお父さん 88.2mm で大丈夫かなっていう心配はちょっとあったんですけど、やっぱりメスがねちゃんと大型羽化してくれました。じゃあサイズ測っていきましょう。いきます。 57.6mm。 ありがとうございます。こう見るとちょっと細長い気がする、さっきの個体に比べて。で、僕前レコードが 57.1mm でした。で、なのに今季ね、もう早速マイレコード更新して 57.6mm っていうね、綺麗に完品
浮かしていってるので、我が家のダイナキャットが、まあ、年々ね成長していってるなっていうのが実感できます。じゃあまだあと2匹いるんで、その2匹も紹介しましょう。でその2匹もおそらくこの個体よりも大きい子たちになります。はい、次紹介するのはこちらの個体で、お父さんが、88.2mm とお母さんが 55.4mm ですね。でサナギ体重が 18g でした。まあサナギ体重 18g 超えたらもうそれはね 56mm 超えますよっていうね、もう一つの目安になってます。まあそのサナギ体重 18g っていうのが今期ね結構多かったなっていう風な印象を受けます。で早速測っていきましょう。いきます。57.8mm。 いや、でかすぎます。これはすごい。これはちょっと正直 57mm もあれなんですけど、この横の厚みもちょっとでかいなっていう、先ほどに比べてこの子はとんでもないとしか言えないですね。この厚みもどうですか、わかります？厚みこれ、いや、この子の子供とかどうなるんですかねっていう風な気がしますね。じゃあラスト、僕がおったまげだとね言ってもね過言ではない個体を最後に見せたいと思います。はい、最後はこちらの個体になります。こちらの個体、サナギ体重がなんと 20g ありました。さっきサナギ体重が 18g で、羽化した体長が 56mm 以上になるよっていう話をしたんですけど、この個体はサナギ体重 20g で、もう化け物です。正直この個体のサナギを見た時に、僕はもう顎見てなかったんですけど、あ、小さいオスだなと思いました。そしたら顎見たらメスで、で実は今期2匹目のサナギ体重 20g でして、まあ1匹目はね不全で落ちちゃったんですけど、この子はねちゃんと羽化してくれました。まあ完品羽化って言いたいところだったんですけど、実は足がちょっと欠けちゃって、でもまだ生きてるんでね、よかったです。じゃあ早速サイズ測りましょう。このでかさ伝わるかな、後で比較しますか。それじゃあ行きます。あ、でかっ。でもこの時点でもうでかいっすよ。ありがとうございます。 58.6mm、 マイレコード大幅に更新いたしました。いや、とんでもなくでかい。ちょっと先ほどの 56mm の個体と比較していきたいと思います。動画でちょっと分かりづらいかもしれませんが、こんな感じです。左が 58.6mm、 右が 56.4mm かな、まあ、2匹目に測った個体ですね。手に持った感じはちょっとすごい差ですね。というわけで今期のメス紹介でした。それじゃあね、エンディングに行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。エンディングです。この台にねメスを置いて撮影するのはちょっと新鮮だなっていう風に思ってるんですけど、で僕が話したいっていうことがあって、タランドゥースのメスの重要性の話ですね。でまずタランドゥースを大型出すのに大事なのって、メスのサイズも大事なんですけど、メスがどれだけ、まあ、健康的な幼虫を産むかを数多くね産むかっていうのに、っていうのが分かってて、今まで僕タランドゥース 90mm 超えとか、まあ、特大の個体とか出してて、その個体たちの共通点ってメスがね卵を、まあ、数多くね子孫を残してくれた個体なんですよね。でもっと厳密に言うと幼虫を数多く残した個体なんですよね。卵じゃなくて幼虫ですね。で卵はいっぱい産むんですけど、無精卵だったら意味ないですし、例えば1回目の産卵で2桁産んだメスは当たりっていう表現を僕は使ってるんですけど、その子たちはやっぱりみんなね兄弟たちが大きいんですよ。でさっき紹介した 56mm 超えた子たちのうち3匹はお父さんもお母さんも同じ 90.6mm と 56.4mm のラインですね。で他の子たちのお母さんもみんな2桁産んでて、今回紹介したうちの3匹は同じお母さんでして、そのお母さんはやっぱり 56mm 超えて、かつね幼虫をめちゃくちゃ産んでくれて、まあオスはねさっきも言ったんですけど 91.3mm っていうね超特大個体を産んだわけで、偉大な母なんですけど、やはりめちゃくちゃ健康的な幼虫、まあ、数多く幼虫産んで、かつお母さんがね大きい個体は子供が大きくなる風になるのが、もう特大を出すね必須条件なのかなと思ってます。でもちろんタランドゥースって 56mm 以上の個体はその卵を産みづらい傾向になるんですけど、そこで僕が伝えたいのは、もうタランドゥース大型を出すんだったら大型特大のメスをかき集めて、そこの中のメスでいっぱい幼虫を産む個体を引けるかっていうところにかかってるのかなっていうふうに僕は思ってます。どのメスがね幼虫をたくさん産むかっていうのはわからないんですけど、でその中から幼虫がめっちゃ産んだメスがいたら、その兄弟たちをね僕はVIP待遇にして飼育しようかなって思っております。はい、
そうすれば多分ね、また来期もね、90ミリ超え狙えるんじゃないかなって僕は思っております。はい、というわけで以上メスの紹介でした。まあ、今期はもう6匹もメスのね56ミリ超えが出てきましたし、まだまだねサナギも控えてて、その中でも56ミリ超える個体とか、まあ、55ミリ台とかねいるかもしれないので、この子たちがね交食して 91.3 ミリの子がね交食したらね、どんどんね掛け合わせていこうかなと思っております。もう今からねもうブリードがめちゃくちゃ楽しみになっております。はい、というわけで今日の動画は以上になっております。いつも僕の動画をね最後まで見ていただき本当にありがとうございます。この動画がねいいと思った方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。僕 Twitter、TikTok、Instagram やってますので、よろしかったらフォローの方お願いします。でまた僕の生態購入したいっていう方はね、まあ Twitter か Instagram にね DM していただけたら販売できますので、もうお気軽に DM よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。